次に大月くれはさん、大月さん、立,立憲民主党立民主党無所属の大月くれはです。えー、まずはじめにマイナンバーカード関係についてお伺いします。ちょっとここを冒頭通告していないんですけれども、昨日の夕方、高、えー、金の受け取口座をめぐって本人ではない家族名義とみられる口座が登録されたケースがこれおよそ十三万件確認されたというニュースがあの入ってきました。えー 河野大臣も会見をされていたようなんですけれども、政府の一員として大臣、受け止めを一言お伺いできますか松本総務大臣。マイナンバーカードにかかる事案で、さまざまな形で皆様にご心配をいただくような事態になっていることは、大変遺憾であり、私どもとしては、修正すべき点をしっかり修正すると同時に、再発防止に努めることが 私どもの役割であると思っておりますが河野大臣からもご報告を申し上げておりますように判明した事案については適切に公表をしその後の対応について政府のついをしっかり説明をさせていただきたいと考えております大月さん はい、ぜひあの、再発防止というか、まず止め性をですね、しっかりと確保していただきたいと思っております。えー、まさにこの混乱が続く、このマイナンバーカードの問題なんですけれども、えー、特にマイナポイントの事業に関する部分について、まずは伺いたいと思います、えー。先月の25日、総務省は誤って他人にマイナポイントが付与されたという事案が、90の自治体で合わせて113件確認されたと発表いたしました。えー、この原因は、 自治体のマイナポイント申し込み支援窓口において、前の人がログインしたままの画面で、次の人が申し込みをしたためだとされております。この発表の後も事案は追加で報告されておりまして、6月1日時点で97自治体121件となっております。 まあこういった事案を受けて、大臣自身も会見で謝罪をされているということなんですけれども、一方で、個別の事例ともなりますが、地元の北海道札幌市においても、委託事業者の端末操作のミスによって、ある男性に付与されるはずのマイナーポイントが、これ、別の女性に付与されるという事例がこれ、発生されたと報道されております。こののの事例では発生の翌日国の緊急時 相談窓口に連絡をして、手続きの中止を求めたため、実際には別の方にポイントが付与されることはなかったということなんですけれども、国の窓口からは、元の申請者の方については、ポイントの権利が消失してしまった、これ、復活できないと回答されたようなんです。 でこの方は委託事業者からののの弁償申し出も断っておりますこの札幌市の事例は昨年12月に発生したものなんですけれども、このような少し前の事例も含めて、ポイントが付与されなかった方々を精査して、きちんとこれを付与していくという約束をしてい,いただけないでしょうか、大臣松本総務大臣、はいえー。将来受け取るべきポイントが、 別の方に付与されてししまう事案が発生たこのような事案によって申し込みができなくなった方々については、これまでも順次対応をしてきたというふうに報告を聞いておりますが、デジタル庁とも連携し、ただいまご指摘いただいた事案も含め、このような方々が速やかに申し込みが可能となるように、そしてポイントが取得いただけるように取り組んでいるところでございます。 大月さん、はい、えぜひ、こういった方々が増えないよう、しっかりとです、ね、再発防止も含めて、しっかりとポイント付与されるように手続きをお願いしたいと思います。これ、国の責務としてです、ね、このマイナポイントに関しては、これまでも何度も申し上げております、2兆円以上かけているんです、だからこそ、しっかりと徹底して、国の責務だとして、やるんだったら、やるならちゃんとやるというようにです、ね、しっかりと運営をしていただきたいと思います。 続きまして、この件について、他の報道では、データ上では、決済手段の二重登録が存在しないため、システムデータの機械的な点検では、誤りの検出がこれ難しくて、住民が自らポイント付与状況を確認して、自治体に相談するなどの、自発的な確認が必要との総務省の見解も報じられております。加えて、総務省には、自治体から報告や相談が、昨年八月から来ていましたが、公表は自治体任せで、公金受取口座や、 マイナ保険証の登録ミスの公表が相次いだため、先月25日に慌てて公表に転じたとも報道されております。えそこで伺いますが、自治体からの当初の報告を受けた際、このような問題がその後も生じる可能性や、その解決策について、きちんと検,証検討してきたのでしょうか、また問題の発覚に本人の自発的な確認が必要ならば、少しでも早く、広く国民に事態を公表すべきだったんじゃないでしょうか、政府の考えをお伺い,いたし 大大村大臣官官房地域力創造審議官お答えをいたしますこれまで自治体において散発的に発生した事案を確認してまいります中で、総務省としては、まず通知によって注意を促して、データ庁とし,てと,もとしてもシステム回収を行うなど、自治体と連携して対応していくところでございまして。 個別の事案の公表に関しましては、各自治体の判断に委ねていたところでございます。マイナンバーカードを利用したシステムにおいて、さまざまな事案が発生していることを受けまして、総務省としても今般公表させていただいているところでございます。ま,あ、またあの、申し込みができなくなった方々につきましては、先ほど大臣から申し上げましたとおり、順次対応してきたところでございますが、デジタル等とも連携して、速やかに申し込みが可能となり、ポイントを取得いただけるように取り組んでまいりたいと考えております。 大月さん自治体任せだけにはぜひしないでいただきたいと思います。運用しっかりとあの見守ってくださいえ。春以降に判明した前ながらみの,もあの問題に関して、改めて私から申し上げさせていただきたいと思います。コンビニで別の人の住民票が発行された事例がありました。 マイナ保険証をめぐって、別の人の情報が紐づけられて、医療費などが他人に閲覧されたことがありました。そしてカードに紐づける公金受取口座で、別の人の口座が登録されるトラブルも判明しておりました。そしてこういった相談、すべて自治体へ来てるんです。もちろん、デジタル庁の相談窓口の電話番号もあります。でもやっぱり地域 そしてね、地方なんか特にやっぱり自治体に相談するんですよ。だからこそ、自治体任せだけにはしないでいただきたいと思います。そしてマイナカンド、マイナンバーカードが2026年から新しくなるという報道もありました。これ、これまでかかった経費、先ほども申し上げましたが、ポイントだけでも、ポイントの付与だけでも2兆円、そしてデジタル庁に伺いましたら、マイナンバーカード制度の制度関連の費用、総額1.9兆,兆円となっております。 これ、そう、つまり全部で四兆円、およそ四兆円かかってるんです。でも、JN のの世論調査でマイナンバー自体の活用に不安を感じるということが今七十二パーセントに達してるんです。本当に多くの方がこの混乱に不安を感じてるんです。 ぜひですね、私自身は今からでも見直しは遅くないと思いますが、現時点では、まずトラブルの原因を解明して、再発防止に努めていただきたいと思います、これが先決です。そしてトラブルを表に出して、原因を共有して、国民の理解をぜひ深めていただきたいと思います。えー、続きまして、次のジェイリスに関する質問に移ります。 マイナンバーカードの発行業務などを担う地方,自地方公共団体情報システム機構、すなわち j リスこれ、まずこの j リスというのは、現在、総務省が所管して、国および地方公共団体が共同して運営する法人ということなんですけれども、これ、他にどのような業務をしている法人なのか、お伺いいたします吉川自治行政局長。 お答えいたします j イリスは地方公共団体情報システム機構法に基づきまして、国および地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法の規定による事務や、その他の地方公共団体の情報システムに関する事務を、地方公共団体に代わって行うこと等を目的とした法人でございます。現在総務省と デ j タル庁の具体的な業務といたしましては住民基本、住民基本台帳ネットワークシステムや、地方公共団体間の通信ネットワークであります LG1 の運用、公的個人認証サービスの運営、マイナンバーカードの発行のほか、地方公共団体の情報システムに関する情報の提供や、自治体職員の教育・研修事業などを行っております。 大月さん、はい、この J リース、まさにおっしゃったように、カードの発行や各種関連システムの整備や運用になっている、えー、法人ということです。だってこののマイナンバーカーカドの交付枚数で から話しまますすが5月21日の時点で今万枚と伺っておりますこれまで政府のこれ、強引ともいえるマイナンバーカードの普及策については、多くの歪みを生じさせておりまして、この点は先ほども指摘させていただきましたが、この交付,交付枚数なんですけれども、令和3年4月時点の3597万枚、そして令和4年4月時点、 ご、時点では、五千四百八十七万枚から見て、まさに、急激な増加と言っていいものではないかと思っております。このように、マイナンバーカードの交付枚数が急増すれば、必然的に、カード関連業務も、急激に増加していくものになります。そして、この j イリスの公表資料から、予算規模を確認してみますと、 カード発行等の業務については、令和元年度の決算で130億円程度だったんですけれども、令和5年度の予算では、780億円と約6倍に膨らんでおりまして、重機ネットや公的,公,公的個人認証サービスなどを含めた全体の予算規模では、令和元年度の決算で472億円程度だったものが、令和5年度予算で1880億円と約4倍に膨れ上がって おりますそこでこれだけ予算規模が拡大しているので、国や自治体からも補助金、交付金、負担金、手数料などの名目で、たくさんのお金が流れているものと思いますが、令和5年度の j 率の予算ベースで、国や自治体からそれぞれいくら j l i に入る予定なのか、お伺いいたします吉川局長。 j イリスは、住民基本台帳ネットワークシステムなど、地方公共団体共同のシステムのほか、マイナンバー,ンバー関係システムなど、国の施策に対応したさまざまなシステム改修や運用を行っておりまして、ご指摘のとおり、令和5年度予算は約1882億円と承知しております。収入の主な内訳でございますが、国からの補助金および委託費が、 約1086億円、システムの標準化、共通化のために設置いたしました基金の取り崩しが約458億円、地方公共団体からの負担金が約104億円となっております。大月さん まさにそういう非常に大きな額が入っているということだと思います。今、このご,ご答弁いただいたとおり、j l i には国や各自治体から補助金や負担金などの名目で多額のお金が投入されていますが、その原資は当然、税金であります。だからこそ、この j l i の事業運営にあたっては、経済性や透明性、公平,え公平性を、公正性を、 確保すするのは非常に重要な視点だと考えておりますそして、さて、この j l i なんですけれども、もともと地方自治情報センターという団体を衣替えして設立されたものなんですけれども、この団体は平成22年の11月に事業仕分けの対象になっております。その際の評価結果では、省庁の OB の再就職の自粛、そして役員報酬の見直し、また調達の改善、この3点が指摘されておりました。 j 理士と地方自治情報センターでは、事業内容、組織形態が大きく異なりますが、全身団体の時代の評価結果は参考になると思いますので、この評価結果に沿って、現在の j 理士がどのように運営されているのかを確認していきたいと思います。まず、省庁 OB の再就職自粛と役員報酬の見直しについてです。当時の自治情報センターの役員13名のうち、省庁 OB は4名でしたまた。 上金の役員は4名でしたが、そのうち3名が省庁 OB でした。このため、事業仕分けでは、省庁 OB の再就職の自粛という評価結果となっておりました。役員報酬の月額については、理事長が95.6万円程度、そして理事が81万円程度となっておりました。これが高いということで、事業仕分けでは、役員報酬の見直しという評価結果となっておりましたが、そこで伺います。 現在の j l i において、省庁 OB の再就職と役員報酬はどのような状況なんでしょうか、お伺いいたします吉川局長。お答えいたします。JLIS の役員は、常勤6名、非常勤5名の計11名でございますが、国家公務員の再就職者はおりません。また役員のうち 現役の国家公務員の出向者は2名となっております役員報酬についてでございますが、機構法第9条第1項の規定に基づき、意思決定期間である代表者会議の議決を経て定めることとされておりまして、月額で申し上げますと、理事長は117万5千円、副理事長は96万5千円、理事は81万8千円とされております。これは 他の地方共同法人等と同様の水準となっております大月さん今、現役の方が2名いらっしゃった役員方針については、多少上がっているということで理解いたしました、この現役の方なんですけれども、そのまま就職することとかっていうのはあるんでしょうか吉川局長。 いたしますあの役員につきましては、<laughs> 失礼いたしました、役員につきましてはえ、理事長が代表者会議の同意を得て任命するというふうにされております、なお、あのおいわゆる現役出向の役員がそのまま就職したケースはないというふう、これまでないと認識しております。大月さん まあもしそのまま就職することとなったら天下りとそんなに変わらないんじゃないかなと思ったので伺わせていただきました。 え次に3点目の調達の改善について伺います。え事業仕分けに関しては、随意契約が多いなどの問題が指摘されておりまして、調達を改善してコストの削減を図ることとされておりました。そこで j l i の調達について調べてみますと、今年2月19日の共同通信の記事によれば、j l i が発注したマイナンバー関連事業のうち、競争入札を実施せず、任意の業者が選ぶ随意契約か。 または、1事業者しか入札に参加しない1社応札の割合が84%に上るほか、予定価格に対する契約額の割合が高水準の事業が多数あるとの報道がされています。 J リスの調達については、マイナンバーカード関係事務に係る長期目標に基づいて、調達の透明化、そしてコストの削減の取り組みが進められているものと認識しておりますが、前の団体から続く課題があるものとも考えられます。そこで、このような J リスの調達の状況について、どのように評価いたしているのでしょうか、お伺いいたします吉川局長。 j イリスの契約は、会計法や地方自治法等と同様の j イリスの会計規定に基づき行われているところでございます。一般競争入札の原則のもと、一定の場合には随意契約によることができるとされております。j イリスは、住民基本台帳ネットワークシステムや、マイナンバー関連システムといった、住民生活に影響の大きいシステムを所管しておりまして、稼働中のシステムの保守作業にあたり、 新規の事業者では、システム構造の理解に時間を要し、運用に生じる支障が生じる恐れがある場合や、サーバーの機能強化等のシステム改修にあたり、現行の使用等を十分に理解していないと、サービス停止の恐れがあり、住民生活への影響が甚大となる場合など、一定程度、随意契約によらざるを得ない場合があるものと承知しております。 一方で、j l i におきましては、契約の透明性、競争性を確保するため、外部有識者により構成される契約監視委員会において、契約の点検見直しを行う取り組み、またシステムへの影響の少ない案件を切り分けて発注するなど、より多くの事業者の参加に資するための取り組み、また毎月の契約実績の公表などを行っているものと承知しております。これらの取り組みを通じて、さらなる契約の透明性や、 競争性の確保に取り組んでいただきたいと考えております大月さんまさに透明性や改善が必要であるということは、これ、共有されていると思います。えー、先ほどの報道記事でありますのは、えー、J リスの契約において、一部の国内の大手企業に契約相手が偏っているという報道もされております。また令令和和年年年月4日の東京新聞では平成度度から令和2年度上半期に j イリスが発注したマイナンバー関連事業を分析したところ、少なくとも72%を j イリスに社員を出向させている企業が受注しており、その契約額は全体の83%に上ると報道されています。そこで、これらの報道内容についての事実関係を確認させていただくと,とともに、このような状況に対して所管する総務省デジタル庁はどういった対応をしているのか、えー、伺います吉川局長。 j リスにおきましては、運用するシステムの安定稼働や、専門的な技術等を活用する観点から、事業を受注した民間企業等からの出向者を受け入れ、システムの運用、保守等に従事させているものと承知しております。このため、マイナンバー関連事業を受注している企業の受注額と、j リスへ職員を出向させている企業の受注額を比較いたしますと、 概ねご指摘の報道のような状況となっておりますが、これは先ほど申し上げたとおり、専門的な技術等を活用する観点から、事業を受注した民間企業等からの出向者を受け入れた結果によるものと認識しております。また、その受け入れに当たりましては、出向元企業との間で秘密保持を含めた契約を締結し、出向者個人とも制約書を交わしまして、秘密保持義務を課すとともに、 個別の仕様書の作成のほか、入札契約等の決済業務や予定価格設定などの意思決定プロセスには一切関与させていないというふうに聞いております。j イリスにおきましては、こうした対応を通じて適正な契約手続きが行われているものと考えておりまして、総務省といたしましては、今後も j イリスにおける業務運営の透明性、公平性の確保を図るとともに、プロパー人材の育成や採用など、 組織の専門性の充実、確保のための必要な連携、支援等を行ってまいりたいと考えております。大月さん。JLIS、はいえー、の運営については、ぜひです、ねあの、経済性や透明性、そして公正性を徹底して確保していただくようにお願いを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。